アメリカ消防士の生活は、エドウィン・エス・ポーターが、エジソン社のために作った短編のサイレント映画で、燃え盛る建物から女性と子供を救う消防夫の姿を描いている。大列車強盗、アンクル、トムの小屋と並ぶポーターの代表作であり、1902年の後半に撮影され、翌年早々に公開されたためアメリカの物語映画としては最初期の作品に数えられる。 映画学者のチャールズ・マッサーによれば、消防夫の社会的役割が変化しつつあった時代の映画でもある。アメリカ消防士の生活は1890年から1910年にかけて誕生した複数の新しい映画技術を統合していることで知られる。例えばポーターは、以下の7つのシーンからなる物語を合わせて9つのショットで維持同図的に叙述している。 危機にある女性と子供を思い浮かべる消防府ニューヨークの火災放置機の金つまみ消防署の宿舎の内部車庫の内部車庫を離れる車火災現場へ出発火災現場に到着最後の場面で母子は救出されるのだがこの映画ではそれを見せ場として強調するため物語の時間的流れを無視して繰り返し見せているポーターはこうした入念な時空間の構築を発明したわけではないが 最大限に利用したということはできる。彼の最も有名な映画、大列車強盗ではそれをさらに推し進めている。この映画は長い間その編集技法の珍しさから重要な作品と考えられていた。実際この映画にはポーダーが編集を手法としてより意識していたことが伺われる。特に映画のラストシーンは名高く、消防夫が女性と子供を助け出す場面は、 クロスカッティングが用いられた最初期の例とされ、ポーターは革新的な映画編集者としてもてはやされてきた。しかし、アメリカ議会図書館のペーパープリントコレクションをもとにしたその後の研究により、クロスカットされたバージョンは1903年に映画が公開されて以降のある時期に再編集されたもので、オリジナルのものには技法として使われているにしてもそれまでに、 現伝されていた先駆的な編集はわずかであることが示された。公開された当初のバージョンは燃え盛る建物の内部を最初から最後まで写しており、それを次は外部から全く同じ行動として繰り返していた。チャールズ・マッサーはこの論争の歴史をニッケル・オデオン以前で時系列順にまとめ、校舎を内容とする。 ペーパープリント版を1903年に公開されたものと結論付けている。ありがとうございます。